人にはそれぞれ事情ってもんがあるのさ。詮索するのは後回しにして、執事のじいさんを探しに行くとしようぜ。まさか坊やまで私を騙すなんてね。え、あ、いや。私一人で皆さんのお食事を用意するだなんて、倉橋さんはどこに行ってしまったんでしょうね。本当ですか？倉橋が犯人だというのは信じられません。あの倉橋に限って、何よりもこの家のことを考えていた執事の鏡のような男だったのに。ねえ、ところで蘭姉ちゃんたちは？それが二人ともいねえんだ。二人ともって、カズハ姉ちゃんも？ああ、あちこち探したんだが。しかし、犯人が倉橋さんだったとは。私一人で皆さんのお食事を用意。まさか坊やまで。え、おう、坊主か。いねえな、執事のじいさん。ずいぶんと人が少なくなったからか、誰とも会わねえし、坊主が最初だぜ。
鍵がかかっているみたいだ。エイジローの部屋のドアが開いてる。いた。どうしてなんだ、クラハシ。君は僕との約束を。亡きご主人様に最後のご挨拶をと思いまして。トネエイジローに。何をバカな。君はあの男には憎しみこそあれ、恩義なんて感じる必要はなかったんじゃないのかい。その通りでございます。ですから、いえ、だからこそ一言申し上げてからおいとましなくては悔いが残るのです。なるほどね。でもそれももう済んだろ。そろそろケリをつけたいんだ。いろいろと嗅ぎ回ってる連中もいるし、分かってくれるね、クラシ。何をこそこそやってやがる。げ、おっちゃん。なんだ。誰か廊下にいるんですか。ちょうどいい。今からこの私が今回の事件の謎を解き明かしましょう。すべてわかったんですか。もちろん。ここに来る途中、倉橋さんの部屋に寄ってきました。高弘さんの遺体の胸に残されたナイフと部屋にあったナイフとが一致しましたよ。お、今回の連続殺人の犯人は倉橋さん、あなただ。お、はぁ、我々に思い込ませようとしたわけですな。犯人は倉橋じゃないんですか。いや、確かにヤンさんとクライドさんを殺害したのは倉橋さんに間違いありません。しかし犯人はもう一人いる。もう一人だって。
高弘さんの遺体を見たとき、まずこう思いましたよ。なぜ今回に限って何のトリックも用いられていないのかとね。そう言われりゃその通りだ。しかも凶器はご丁寧に倉橋さんがいつも磨いていたナイフときて。でも遺書が、高弘さんを殺したのも自分だって、倉橋さん本人が書いてたはず。まあ、まず順を追って説明しましょう。ヤンさん、クライドさん殺害の動機は手紙にあった通り、彼らが和彦さんに危害を加えようとしたからです。まず第一の被害者であるヤンさんは、あらかじめスプーンに毒を塗っておくことで殺害しました。ちなみにこの時和彦さんにコーヒーを運ばせたのは、一旦彼に容疑を向けさせるためです。その後で彼が犯人ではないと分かれば、その後の事件でも疑惑の目を向けづらくなりますからな。それと館に招かれた探偵の実力を推し量るのにはちょうどいいトリックだったからでしょう。違いますか？はい、高弘さんが探偵の皆さんを招かれたとは直前まで知らなかったものですから。そう、つまり一連のトリックは犯行が誰の手で行われたかわからなくすることにあったんじゃない。というと？あなたが無線機を壊したり橋を爆破したのと同じ理由ですよ、ケビンさん。時間稼ぎか。最初から自分が犯人であることを隠すつもりがなければトリックも必要もない。ヤンとクライドを殺害する前に探偵に邪魔されたら困るから時間を稼いだのね。で、おあつらえ向きに俺が外部との連絡を取れなくしてやったわけ。待って、それじゃあ、あの風車のトリックも。ええ、その通り。あれも犯行の時間と場所を隠蔽するのが本来の目的ではありません。はい。遺体を外に運んだのは見つかるまで時間がかかるからです。それと皆さんに一度この館から外に出ていただくために必要だったのです。ですが、その風車のトリックも意外に早く判明しました。それというのも、本来は風車の軸に巻きつくはずのテグスを何者かが羽に結んだからです。おいおい、それじゃわざわざトリックを教えてやるようなもん。それが目的だったのね。その通り。どうやらその何者かはよほど倉橋さんが目障りだったようですね。それとコナンから聞きましたが、倉橋さん、あなたはクライドさんの部屋までブランデーを運んだ後は午前2時近くまで厨房にいたんでしたな。はい。モーリさん、それが何か？それこそが彼がクライドさん殺害の犯人である動かぬ証拠だったんですよ。え？服部平次が我々の前で遺体移動のトリックについて解説したとき、停電の話になりました。そういや、そうだったな。西館で停電があったとかなんとか。そう。そしてあの時、倉橋さんはこう言いました。急いで風車の様子を確かめに行こうとしたが、ほんのわずかな時間で復旧したと。東館の厨房にいたはずのあなたが、なぜ西館の停電を知っているんです？しかもすぐに元通りになったことまで。考えられる可能性は一つ。あなたはあらかじめ停電が起きることを知っていたんだ。確かにそれは犯人しか知り得ない情報だわ。思わぬところにミスがあったというわけか。子供相手だと思って油断したな、じいさん。そして問題の高弘さんの殺害ですが、思った通りやったで。服部君、部屋の引き出しにこれがあった。
倉橋さんの手紙には高弘さんを殺したのは自分だと書いてあった。しかし倉橋さんと和彦さんとの間で交わされていた会話からすると、何それ？中身はおそらく睡眠薬でしょう。ワインに混ぜて高弘さんに飲ませたのと同じね。睡眠薬だって？あれだけの年代物のワインだ、多少おかしな味がしたところで何とでも言い訳できますからな。じゃあ高弘さんを殺した犯人、高弘さん殺害の犯人は倉橋さんじゃない、和彦さん、あなただ。僕が犯人？何を言ってるんですか、毛利さん。あなたは高弘さんに睡眠薬入りのワインを飲ませて眠らせた後、ナイフで刺殺した。それから倉橋さんの元を訪れ、誤って高弘さんを殺してしまったので罪をかぶってほしいと頼んだわけです。自筆の遺書まで書かせてね。それにあなたが本物の北上和彦氏でないことはコナンから聞いて知っています。うん、墓地でメイリンさんがそう言ってたよ。やっぱり話を聞いてたのね。ごめんなさい。和彦が偽物だったとはね。こいつは驚いた。僕の演技は完璧だったはずだ。くそ。待ちなさい。お逃げください。逃がさへんで。なんで和彦さんをかばったの？偽物だって言ったのに。分かっておりました。え？隠し扉や。追いかけんで。隠し扉、俺も追いかけねえと。倉橋さんを。おう、任しときな。あと一歩のところで逃げられた。どうやっても開かへんのや。開閉スイッチみたいなものも見当たらない。この扉は一方通行ってことか。主人の部屋から通じているところを見ると脱出用の通路かもしれない。中途か。そう、一度通って続けて出るのは無理って。やられたわ。まさかそんな都合のええ仕掛けがあるとは思わへんかったで。いずれにしても島からは出られないわ。しかし和彦さんはどうするつもりだ。この場から逃げられたところでメイリンさんの言う通り、この島からの脱出は不可能。いくら追い詰められたとはいえ、何の計画もなしに行動するとは思えねえんだ。ともかくここからじゃ先へは進めないことだけは確かなわけや。ええ、一旦上へ戻りましょう。和彦さんはどこに消えたんだ。ランたちが出くわしたらやべえぞ。くそ、どうしてこんな。あと少しだったのに。あ、和彦さん。ランさん、和葉さん、どうしました？何かあったんですか？倉橋さんが大変な。おう。部屋に置き手紙があって、それで。なるほど。自殺をほのめかす内容だったんですね。倉橋の行きそうなところなら、僕に心当たりがあります。ほんま？さ
行きましょう。一刻の猶予も許されない。和彦はどうやら逃げられちまったみたいだな。ええ、一体どこに消えたのか。どっちみち島からは出られないんだ。戸締まり厳重にしてほっとけばいいぞ。そういうわけにはいかへんのや。ねえ、倉橋さんは。ああ、とりあえずやっこさんの部屋に閉じ込めておいた。軽く縛らせてもらったから逃げる心配はねえよ。もっとも今はそんな心境でもない。よう、さっきから気になってるんだが、ランはどこにいるんだ。カズハたちが和彦さんとおたらまずいことなんで。でも二人とも武術の心得があるんでしょ。だったら。いいや、わからねえぜ。相手は手負いの獣みたいなもんだからな。何をするか、今頃はもう二人ともとっ捕まっちまってるかもな。おい、まだそうと決まったわけじゃないわ。二人が戻ってきてるかもしれないし、食堂に行ってみましょう。なあ、くどい。ケビンさんの言うてたことをどない思う。正直やべえな。何の連絡もないってのは。やっぱり和彦さんの仕組んだことなのだろうな。くそ、どこにおるんや二人とも。和彦さんを捕まえた方が早いかもしれねえな。
高弘さん殺害の真犯人が和彦さんであることは疑う余地がない。しかし一体誰が偽物の和彦さんを仕立て上げたんだ。和彦さんを名乗ってたあの人には15年前の経緯は分かんねえだろう。となると事件の黒幕は、謎を解く鍵は和彦さんが握っていることだけは間違いない。まずは和彦さんを探さねえと。二人とも無事でいてくれ。ようやくお目覚めかね。どこなん、ここ。あんたは一体どういうことなん？ランちゃんは？君にはここでおとなしくしていてもらおうか。で、まずはどこから探すんだ。